が、レオナです。今日は旅館からです。で、今はね、旅館にいるってことなので、まあ、隣の方の迷惑にならないように、そこまで大きい声出さずに喋りたいと思います。ここは一応ね、各部屋で、隣はいないかもしれないんですけど、まあでもね、迷惑はダメなので、ちょっとね、静かな声で喋ります。はい。で、さてと、今日話したいテーマはですね、まあ、どうしてこの外国人の自分が日本の旅館が大好きなのかということについてなんですね。まあ、多分私の動画をいつも見てくださってる方だったら、私が温泉と旅館が大好きだっていうのは伝わってるとは思うんですが、ここで改めて自分自身で今ちょうど旅館にいるんですね。その好きな理由をまとめて私は喋っていきたいと思います。はい、狙ってました。この動画は結構前から撮りたかったんですけど、なかなかね、以前に最後に旅館に行った時にちょっと事情があって撮れなくて、今回はちゃんとチャンスとして捕まえて撮ることにしました。ちなみに今いるのは福島県です。はい、で、羽織もちゃんと着てます。羽織と言ったら羽織ってるか。はい、羽織羽織ってます。はい、では今日の本題に入りたいと思います。でこうやって、まあ、旅館の素敵な一室にいながらも私は考えてみたんですが、自分が本当にどうして旅館に来ることがあんだけ好きなのかでいろいろ理由はありました。はい、まあ、それで全部言い切れるかわからないんですけれども、思いついた理由、ちゃんと自分がここにいて感じることは、あ、冷蔵庫の音だった動画で聞こえないかな、大丈夫かな、後で消します。8個ありました理由が。はい、で今日はちょっと順番に話していきたいと思います。では理由の一つ目、理由の一つ目は畳です。ってなるかもしれないんですけど、はい、私は畳が大好きです。で畳で寝る、つまりお布団で寝ることも大好きです。まあはい、私の東京の家は普通にベッドなんですけれども、でも布団で寝るのが好きで、結構ですね、例えば日本人友達で、あ、布団苦手、畳無理っていう方もね、いたりするんですけど、私は毎回びっくりします。自分としては何て言うんでしょうか、まず畳のお匂いとかも好きですし、踏む時の気持ちも好きですし、あとなぜかわからないんですけれども、本当に旅館のこの畳の上のお布団の中ですっごくぐっすり眠れますし、なんて言うんでしょうか、早起きしても朝なぜかちゃんと体が休んでいるので、はい、畳と布団が大好きですね。で、畳に関して言いますと、そもそもそう雰囲気が好きなんですよね。まあ、それは自分が外国人だからなのか、それはちょっとその日常と違うものに思ってるからなのか、それとも前世が日本人で今懐かしんでるのか、どっちの理由かはちょっと私もわからないんですけれども、とにかく畳と布団は大好きです。はい、それでは2つ目の理由に行きます。2つ目の理由はですね、これは旅館ごとの、まあ、旅館一つ一つのユニークな雰囲気ってところなんですね。例えば今泊まっている福島の旅館さんもね、ここでしか見たことのない雰囲気なんですね。それはここの空間の作り方もそうですし、ここの方のその物の使い方とか、何をどこに置くか、どういう風な雰囲気を作るかとかっていうのは、本当に旅館さんによって結構違います。もちろん、まあ、ホテルとかでもね、ホテルによって雰囲気違うのは確かに間違いありません。ですけれども、自分にとってはホテルってなると、まあ、結構みんななんか雰囲気が似たりとか、はい、自分が雰囲気が本当に独特だなと思った唯一のホテルさんはですね、まあ、お仕事で連れて行ってもらったことあるんですけれども、はい、ある、まあ、高級なチェーンでしたね。で、普通のホテルとかですと、まあ、旅館さんと同じ料金帯のホテルさんですと、まあ、部屋が良くても、何でしょうね、特別な雰囲気は自分自身はなぜか感じないっていうところがあったりするんですよね。しかし、やはり旅館っていうのは、一つ一つの旅館の雰囲気を結構私は覚えていて、頭の中で混ざらないんですよね。あ、旅館はこんな感じだったんだねって。確かに場所にあれが置いてあって、旅館の方の言葉遣いもこんな感じだったんだよねとか、まあそういったようなことですら、私の、なんて言うんでしょうか、思い出に残るくらいなんですよね。はい、それが旅館の力だと思います。
それでは3つ目の理由に行きたいと思います。3つ目は、はい、多分皆さん の予想ないのものだと思うんですけど、はい、3つ目は懐石料理です。私は懐石料理が大好きです。で、旅館に行くときにね、まあ、たまにね、あの料金を見て、あ、ちょっと高いかもなとか、その旅館は行くんだけれども、食事は今回なくそうかなとかって思うときもあるんですけれども、でも、あのやはり、こういう、まあ、特に温泉旅館ね、に来た以上、懐石料理食べないってなると、すごいもったいない気分になりませんか？私に関して言えば、あの特に夜ご飯はもうね、旅館に向かう時から、てか予約した時からずっと楽しみで、いや、懐石、夜の懐石はどんなものが出るのかなとか、お作り食べたいなとか、それをすごいもう行く前からずっと楽しみにしています。はい、皆さんどうですか？その気持ちお分かりでしょうか？はい、っていうところですね。で、ちなみに朝ごはんはね、朝ごはんは懐石好きなんですけど、あの早いんですよ。だからいつも頑張って食べるんですけど、本当は自分がいつも朝ごはんをあのなくして、大体なんかお昼前に食べること多いので、最初のごはんは、そうだからそこだけはね、あの大変だったりもするんですけれども、でもやはりね、雰囲気も抜群ですし、味も美味しいし、普通出ない、その地方にしかないものが出たりとか、その、なんて言うんでしょうか、美味しいのもそうですし、雰囲気もいいですし、単純にあと本当に面白いわけなんですよね、懐石料理っていうのは。ちなみに昨日も食べましたよ。動画はまた別途お出しします。楽しみにしていてください。では4つ目の理由に行きます。4つ目の理由はちょっと理由としてどうかなと思うんですけど、4つ目ね、あの一応温泉です。まあ、今いる旅館さんも温泉旅館です。はい、で旅館といえばもちろん温泉旅館じゃない旅館さんもあるんですけれども、まあ、自分が行くところといえば基本的に温泉旅館です。はい、で自分はまあ日本に来る時からめちゃめちゃ温泉マニアで、温泉は大好きです。だから旅館に来て、まあ、こうやってね、あの浴衣とかを着て、で例えば夜ね、布団で寝て、まあ、朝温泉入るのもそうですし、夕食前に温泉に入るのもそうですし、それ自体ももうね、まあ本当になんて言えばいいんでしょうか、まあ、最高に幸せな気分に私をすることなんですね。こういう素敵な旅館で温泉に入ることですね。特に田舎とか、まあ、有名じゃないなんて言うんでしょうか、秘湯みたいなところに行くと、旅館の雰囲気も素敵ですし、お風呂も素敵ですし、で人だから、人がそこまではいなくて、その疲れないんですよね。はい、まあ温泉が大事だっていうのはね、もう十分皆さんあの多分分かってくださってると思うので、ここではもうこれ以上言及しませんが、はい、それも旅館が好きな理由の一つです。温泉旅館があるということなんですね。はい、それでは5個目の理由に行きます。これはすごい細かいところなんですけど、はい、これ浴衣です。今も着てます。はい、可愛いの着てます。まあ、帯の結び方は綺麗じゃないので、それはお見せしませんけれども、浴衣着るのは好きです。ただ普通の外用の浴衣ですと、あのまだね、帯が結べなくて普段は着ませんが、こうやって旅館に来るともうみんな浴衣着ますよね。で浴衣で夕食食べたりとか、温泉まで行ったりとか、まあ、自分自身で着るのも楽しいし、逆に周りの方もみんなあの着ているのを見るのも私にとってはすごく楽しいことの一つです。この子マニアックだなって言われるかもしれないんですけれども、まあ、浴衣も一つの楽しみなんじゃないかなと思います。この羽織すごい素敵じゃないですか。私すごく色が好きでですね、はい、ちなみにあの浴衣着てるのに、まあ、和服着てるのになんで髪の毛下ろしてるのって言われそうだったので、そこだけ自分からコメントしたいんですけど、それは、はい、あの今ね、温泉で髪の毛があの変な感じになって結ぶとね、あの私がすごいあのおぶすちゃんに見えてしまうので、あのちょっとそこを、まあ、そこのバランスを考えて下ろすことにしました。基本的に浴衣とか着物着てるときは髪の毛は結んでいるので、ご安心ください。はい、この浴衣という理由はここまでになります。
それでは6個目の理由に行きます。あ、6個目これだ。6個目ね。6個目はまあその代表例といえばですね、私がウェルカムガッシュって呼んでるものですが、それは旅館の細かい気遣いっていうところにあると思います。はい、でさっきも言ったんですが、例えば旅館に着くとテーブルの上に何がありますでしょうか。お茶とあとお菓子あるんですよね。まあもちろんね、あ、お菓子はその売店にあるから買ってほしいから置いてるとか、そういうふうに言う方もいるんですけれども、私はそういう細かいところを極力いつもポジティブに捉えて、例えば自分がね長く運転して旅館に来ました、少し疲れました、心も体も、でそしたら自分の部屋にお菓子があるとちょっと嬉しくありませんか。純粋に別にね、売店に置いてあってもそれは誰も買ってって言わないし、営業なんてしませんし、単純にそういう細かいところを喜んで受け入れればいいんじゃないかなと思います。で旅館さんによってこのウェルカム菓子が全然違って、まあ、大体その地方の何かのお菓子なので、それ自体も楽しいんですよね。今日の旅館にはどんなものが置いてあるかなとか、でそれをお茶飲みながら楽しむのが本当に大好きです。あとは細かい気遣いで言えばですね、例えば今泊まっている旅館さんですね、すごく面白かったんですけれども、まあ、夕食の後にデザートありますよね。普段でしたらデザートが料理と一緒に出ると思うんですけれども、今回はですね、そのロビーで出ました。ロビーに来て食べてくださいねって。でそこの雰囲気がね本当に素敵だったんですけれども、それだけじゃなく、実は夕食後のアルコールをこちらの旅館が無料で提供してくれました。ウイスキーと結構美味しいドイツワインとか、あと、まあ、昨日ちょっと見かけなかったんですけど、ブランデーも置いてあったりとか、いろんなお菓子が置いてあったりとか、それは単純に、まあ、旅館さんがサービスとして、私たち客を普通の、まあ、夕食の介助も素敵なんですけど、さらに素敵な介助にわざわざね、連れてきて、ここで美味しいをデザート食べてねと、そしてアルコールもあるのでぜひ楽しんでねって、この雰囲気の中でっていう、こういう細かいところっていうか、こういう細かい気遣いですごくやっぱり幸せな気分になるので、旅館のこういう細かい気遣いが好きです。まあ、例えば同じ福島県高湯温泉卵湯というところもあるんですけれども、旅館さんですね、そこも例えばですね、言葉遣いがとっても面白くて、今正確には思い出せないんですけれども、なかなか面白くてね、それ自体も思い出に残ってるわけなんですね。そういう細かい気遣い、はい、クリエイティブなんですね、旅館さんはね。それではリワード2つなんですけれども、今から7つ目に行きます。7つ目はちょっと十分に言葉で伝わるかどうかわからないんですけど、それは旅館の家族的な雰囲気です。例えば、まあ、大きなホテルと違って旅館ですと部屋が少ないですよね。当然泊まってる人も少ないです。同時に今旅館にいるスタッフさんも別に決して多くありません。そうすると、まあ、結構家族的な雰囲気になって、旅館の方といろんな面白い話ができたりとか、私昨日温泉がね思ったほど濁ってなかったから、旅館の方に結構どうして濁ってないですかとか、そういう面白い話しましたし、以前に福島の別の旅館で道情報だったりとか、そのどういうふうに福島で運転すれば安全なのかとか、そういったようなことを教えてもらったりとか、あとはですね、その以前に行った青森の旅館で、例えばですね、違う方と一緒にね、いろいろ囲んで時間を過ごして喋ってすごい仲良くなったりとか、まあ、そういう何でしょうか、小さい空間の中で、まあ、作れる絆って言えばいいんでしょうか、そういったようなことは結構やっぱりそのホテルと違って旅館でできるので、それは他のお客さんと仲良くなったりとか、旅館の方といろんな話をしたりとか、まあ、そういったような雰囲気も私は本当にすっごく素敵だといつも思っています。はい、それでは最後の理由に行きます。8番目、数字出し方変ですね。はい、8番目の理由はこれも言葉で説明 しづらいんですが、これはその旅館の心を和ませる力ってところですかね。それは私が思うには、まあ、1番から7番までね、いろんな理由を申し上げたんですけど、
この1から7のことが全部重なった上で旅館ですごい心が和むわけなんですよね。はい、例えば仕事でストレスが溜まって、何かまあ家族とかでもそうですけれども、勉強でも何でもいいんですが、溜まったストレス、自分の心と体に溜まったストレスがあるんですよね。でもこういう場所に来ると、あれ、なんかストレスがどっか行っちゃったってなりますよね。それはじゃあ温泉の力？いや、でもそれだけではないよね。じゃあまあ田舎に来たからとか、でもそれだけでもないよねっていう感じなんですが、皆さん言いたいことは十分伝わっていますでしょうか。私は本当に旅館とかには、特に本当に今みたいな場所ね、ちょっと山奥にあるようなところには心を癒す力があるんじゃないかなと思っていて、多分自分自身もこういう力を求めて、特に秋と冬になると、もう自分にね、本当に旅行に使えるお金がある分だけ、まあ、基本的に旅館とかにちゃんと行ってます。これからもそういう風にしようと思います。特に今年はね、旅館とかも結構特に行けるので、私は今からでもね、冬の分を予約したいと思います。これ案件とかでも何でもないので、はい、早めに皆さんもね、行きたければ予約した方がいいかもですというアドバイスです。はい、皆さん今日の動画いかがでしたでしょうか。今日はここまでになります。はい、ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。